こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。昨日までのね、夏至のヒーリング瞑想ありがとうございました。本当に素晴らしい瞑想とヒーリング本当にありがとうございました。で、今、ちょっと急いでね動画を撮っているのは、ワクちゃんのパスポートだっけな、なんかそれが、になるかもしれないみたいで、でそれに対してのこう反対する方の署名を今集めてみたいなんですね。でやっぱその結局パスポートになってしまった時にワクチン打たない方の制限がすっごい出てくるっていうことだと思うんですね。だから打ちたくないと思ってる方もね、それにこう流れに任せてそのね、なんていうのかな、打つようになったり、結局その私たちの自由意志っていうところ、一人一人の自由意志が尊重される必要があると思うんですけれども、本当にその制限にまた制限っていうところが出てきてしまうんじゃないかと思いますので、それに対して私自身は署名しましたので、もしそこら辺のところで何か思う方はぜひ署名をしていただきたいなと思ってて、ワクチン打った方もぜひしていただきたいと思うんですね。それは本当にこう一人一人の自由意志が尊重される必要があると思うし、ここに関してはやっぱこう自分自身の人体に関わることなわけだから、自分で考えてね、こう全体的にそういう同調圧力があって、だけど自分の声が上げられない人がこう流れに任せすぎちゃってね、やりたくないようになったり、あまりにも制限が出てくるっていうのは方向性としては苦しくなってしまうと思いますので、ここに対して署名ぜひよろしくお願いします。はい、下のところに、リンクを貼ってありますので、今日中みたいなんですね、今日7月1日中に、署名を募集してるのかな、になりますので、そちらに賛同していただける方はぜひよろしくお願いします。私もちょっと微力だけどね、できることですけれども、私はほら結局日本に住んでいないけど、私にできることはやっぱこう発信していることをやっているので、よろしくお願いします。以上です。